ご飯食べてお風呂入って今です。鬼滅見てないなって。鬼滅はねリアルタイムで 今期というか見てないかも。ちゃんと全部あれで見てる。夜ご飯食べながら撮ったやつ見てる。そっか今かやってるの。今日もお疲れ様でした。ありがとう。みんなもお疲れ様。先に用事済ませたの偉いって。偉いでしょ。お家帰ってきちゃうとねダラダラってしちゃうから先に今日はお風呂に入りました。そうストレッチもした。えらい。そして口内炎が痛い。ほら赤く塗ってる。へっこんでる。いってー。髪乾かさなくて大丈夫ですか。いつもちょっと時間が経って半分ぐらい乾いてきたなって時にドライヤーかけちゃう。痛い口。大事にしてねって優しい。ありがとう。髪痛むよ。大丈夫。大西にあんま痛まないんだ髪。なんかとっても髪の毛が強いみたい。あんま痛まないんだ。色落ちは早いけど。洗濯機止まったかも。配信終わったらすぐやろう。明日からまた天気悪くなるみたいで、本当に最悪。最悪。干さなくて大丈夫。うん、あの配信終わったらすぐ干す。やだな明日雨。雨なの。部屋干しはって浴室乾燥がついてるので大西のお家は。だから浴室乾燥お風呂に干します。一人暮らしなんですか。一人暮らし、一人暮らしでございます。いいお家ってね、いいお家、そういいお家だなと思う。一人暮らしももう長いなってね、3年ぐらいかな。もう4年目に突入する年ですね。引っ越ししたいってね、それは思う。実は誰かいたりしないって、それはどういう疑いなの？聞くけど。
それはどういう疑い？お化けのことを言っているの？それとも本当に実在している人間が同居しているんではないですかっていうお話？どっち？お化けの話？それは王子どう答えたらいいんだろう。その質問に対してどう答えたらいいんだろう。いっぱい住んでるよ。いっぱい。そりゃもういっぱい住んでるよ。一人暮らしなわけないやん。一人暮らしなわけないやん。10人暮らし。信じてたのに。信じないで。大西のことを信じない。信用しない。信用しない、これ大事。そうです。一部屋で10人、そう、激狭。大西の寝るとこない、最悪。このシェアハウス入りたいなんて、絶対嫌やわ。大西シェアハウスとか嫌っていうか、嫌ではない、いや嫌だ、ごめんなさい。シェアハウスできる人とできない人ってやっぱいるよね。ねえ、なんかどれだけ仲良くてもやだな。なんか前 TikTok か Twitter か、だから どの SNS か忘れてんけど、なんかアパートみたいなやつで、で4部屋ぐらい1階と2階であって、でそこで仲いい友達とたまに集まって鍋パしたりとかゲームするのが理想みたいなやつが、なんかバズってたというか、なんかいいねがめっちゃあったのよ、その投稿。俺それでもやだもん。一人アパートで一部屋あったとて、やだわ。同じマンションとかもやかもしれない、お店。やだよね。結婚しても別々の部屋欲しいタイプねって。そうね、それこそそれでいい、アパートのやつ。アパートはでもちょっと近すぎる。マンションの6階と3階みたいなんでいい。結婚とかしてもなんか一緒のお家じゃなくていいって思う。ぐらいだから、だから友達とかも同じマンションはちょっとやだな。うん、それはさすがに一緒にいても大丈夫な人と結婚してる。さすがに寂しすぎるって、愛が足りひんって、愛の問題なのこれ。難しくないそれ。ママはええやろって。いや、ママはいいよ。ママはそら、ママとお兄ちゃんはそらいいけど、それはね、もうだってそれは生まれた環境がさ、もうそれだったじゃん。もう家族がいる状況でこう生まれてきたからさ。そうだから
もしみんながももちゃんともし結婚したらって想像するときは、あのマンションの3階と6階の部屋別々で借りてるやつで想像して、うん、そうです。ちなみにどっちが3階で6階って、大西6階大西が6階、大西が絶対に6階、みんなが3階、ダメダメ絶対大西が6階ご飯は一緒に食べてくれる。ご飯は一緒に食べよ。ご飯は一緒に食べよ。どっちかの部屋行って。そう。鬼滅も一緒に見て。鬼滅ももちろん一緒に見よ。うん。一緒にいるのはいいと思う。とても。ただ自分の空間があるかないかっていうだけ。そう、なんかこういう話するときに絶対さ言うねんけどさ、だから友達とかもさ、あんま最寄りの駅とか割と近いところとか住みたくないのにし、最悪最寄り一緒はまあいいんだけど、割と 2,3 分で着くところとかに友達が住むってなると嫌かもしれないうん、なんでって街でばったり会ったら嫌じゃん違う、それが大西がめっちゃ完璧な時やったらいいよ。今から仕事行くねんとかで時やったら別にすれ違っても嬉しいねんけど、ただ大西が髪の毛ボッサボッサでノーメイクですっごいもうパジャマみたいな格好したまんまコンビニ行くとするでしょ。その格好で会うとかは絶対嫌だ。大西が例えば家の近所にすき家があるとするやろ、そんな格好ですき家行って牛丼食べてる姿をたまたま見られたら、でこの間牛丼食べてたやろみたいな言われたら絶対嫌そう、わかる。このすごく気が楽でいたいのにどこかでばったり会うかもしれないっていう、でそのだら自分のだらしない姿を見られて可能性があるっていうのが嫌なの。そう、そうなんです。そんな格好で行かなきゃいいだけなんじゃって。いや、それはだって大西の勝手だもんそう、それはだってそれが大西の生活だから、そう、そこは変えないの。そうなんです。うん、うん、ならでも、あ、いや、奈良なら嬉しいかもね。地元の友達とかにばったり会うってなるとまあ嬉しいけど、
でもまあ地元で一人でご飯行かないしね、なんかそんなだらしない格好で。奈良だと別に、なんだろうね、いい、別に、なんだろうね、なんだろう、これ難しい。別に奈良はいいんです、友達に会えたらメタに会えることもないしさ、嬉しいからいいんだけど、東京というかさ、この都会、都会だとやだこれなんでだろう、確かになんでなんだろう、なんでそう思うんだろうな。なんだろう、大西がさ東京で会ってる人ってまずお仕事から会ってる人ばっかりなのよ。それこそメンバーだって一応そうじゃない、地元の友達ではないじゃない。その AKB っていうグループに集められて、そのアイドルという一応お仕事の中でこう会った人たちだから、一応お仕事から入ってるじゃない。で東京で全員そうじゃない、なんか大西が、大西の人間関係的には全員お仕事の人なのよ。やからかな、やからかもね、なんかわかんない、あんまそんな別にお仕事っていう感じを意識してるわけではないけど、だからそういうのも関係してるのかもね。あんま職場の人とかとは荒れちゃうどう、いや別に推しはさメンバーのこととかをさ、職なんかお仕事仲間とかあんまりなんかそういう意識はないねんけど、みんなで例えるとするなら職場の人とにだらしない格好とかさ見られんのちょっと嫌じゃない、それと一緒かもね、わからんけど。うん、っていう感じかもね。だからそれなんだろうね、今大西は、そうね、今まで会ったことあるのって。メンバーととかってこと？まあ街でばったりとかはあるんだけど、それこそ。もう自分の駅とかでは絶対会わないから、まだその経験はしたことないかもね。あるんだって。街でばったり会うのはよくあるよ、渋谷とかそれこそ新宿とか行ったら、ああみたいな、あやっほーとかは割とねよくあるのよ。あ、もうあと5分大きい、そろそろ終わんなきゃね。ファンの人見かけることありますって。ある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 よ、そんな頻繁にはないけど、あーって気づく時ある。いやでもそもそもね、そんな頻繁ではないかもね。うん、全然頻繁にはないわ。何回か会った、 2回、1回2回ぐらいかな。どうしたら認知されるんですかって認知？でもやっぱり
こう日常にとして目に留まる人というかよく見かける人は覚えるかもね。それこそ SNS でめちゃめちゃ自分のことを書いてくれてエゴサーチとかした時に絶対出てくるとか、あのインスタの DM とかでめちゃめちゃ毎日メッセージくれたりだとか、あとイベント現場とかにこう足運んでくれて、あのいつもツイッターとかやってる〇〇ですとか、こうショールームとかの配信とかもコメントとかめっちゃしてくれたりとかして、ああなたが何々さんですかみたいな、そっから認知はするかもね。そうね、まず顔と名前を一致させるところから始まるかもね、覚えるのは。そうね、でも最近さインスタの DM がさなんか変わっちゃってさ、なんかファンの方のさ半分ぐらいがさなんかメッセージ見れなくなっちゃってさ、なんかここ1週間ぐらい、あれ何どうしたら、うん、あれなんか設定とか何もいじってないんだけどさ、あれどうしたらいいんだろう、やばい、もう終わんなきゃやばい、やばいね、ちょっと一回ランキングも、そうなんかね非表示みたいななんかが出てきて、見れる人は見れるんだけどなんか見れない人見れなくなっちゃったの、あれどうしたらいいんだろう、なんなっちゃう。一回じゃあランキングの方読んでいくよ、いきますよ、1位コバットマーク大西義さんありがとうございます、イエイ。そして2位が京井さんありがとうございます、イエイ。そして3位がよっちゃんとゆももち大好きだよさんありがとうございます、イエイ。そして4位がエイトさんありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さんありがとうございます、イエイ。そして6位がケイジさんありがとうございます、イエイ。そして7位が黒芝のりこてんさんありがとうございます、イエイ。そして8位がさとちゃんとマーク大西軍さんありがとうございます、イエイ。そして9位がおやちゃんありがとうございます、イエイ。そして10位がコーヒーレンさんありがとうございます、イエイ。そして11位がとちたろうさんありがとうございます、イエイ。そして12位がいちおし ABS さんありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がつよしさんありがとうございました、イエイ。ありがとう、皆様も本当にありがとうございます。あと2分ぐらいか、ありがとう本当に。ということでですね、ね、あれ治ればいいんだけどね、インスタの DM 大西がなんかしたら治るのかな、ちょっとやってみよう。だからちょっとね、ちょっと早く治るように頑張ってみるわ。とか大西の、あ、今バグ起きてるっぽいって、あ、やっぱバグ、やっぱ大西その設定をさいじることもないからさ、これなんだと思って、そうかそうか、ならちょっと時間経てば治るかね、ありがとう。ということでじゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。うん、でもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい、バイバイ、おやすみ、バイバイ。